のコメントをよろしくお願いいたします。はい、今回のジュニアタッグバトルオブグローリーに初参戦ということで、まあ、パートナーも高尾相馬選手が今ジュニアのチャンピオンですけども、まあ、そういうのは一切抜きにしてこのリーグ戦勝ち抜いて、いずれはこの相馬優まで全日本以外の団体にも上がって名の知れたタッグチームを目指すためにもこの優勝してまずは実績を残したいと思っています。はい、ありがとうございました。続きまして、世界ジュニアヘビー級王者高尾相馬選手、意気込みのコメントをお願いいたします。はい、今世界全日本 の名タッグチームといったらやっぱ青木敦史、佐藤光組しか今こういないんじゃないのかなと思いまして、そこに我々が、相馬優馬がこのジュニアリーグ優勝して、名タッグチームという名をつけて、まあ、いろんなところに出ていけたらいいなと思ってます。で、自分2年前に一度、まあ、出たことがあるんですけれども、まあ、その時はパートナーは石井圭介だったんですけど、まあ、やっぱ決勝にも行けなくてちょっと悔しい思いをしたので、今度はパートナーを変えて、決勝行って優勝したいなと思います。はい、はい、ありがとうございました。それでは質問ある方いらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。これで何回か2人組んでますけど、はい、どんどんこうチームワークだったり絆だったり、はい、良くなってる手応えはどうでしょう。そうですね、やっぱ組んでてこう実戦がやっぱ大事かなっていうのがあるので、またこのリーグ戦でまたどんどんさらに上がっていくかなと思ってます。はい、まあ、実際その組むことはあったんですけど、まあ、そのジュニアのリーグ戦開始まで結構組む回数ってそんなになかったと思うんですけど、まあ、組んでて違和感だったり違うなっていう感覚は一切なかったので、優勝は狙えると思ってます。この高尾さんと一緒なら。高尾選手は、はい、まあ、両国で、はい、石井選手ともボイスも決まりましたし、はい、まあ、それに向けて両国に向けていい流れでいくためにも、そうですね、このリーグ戦がやっぱり大事な、もちろんその世界中のためってわけじゃないですけど、まあ、やっぱり全てこう勝っていいようにしたいなと思います。青木選手もタッグとはいえ、はい、まあ、ここで実績を作ればまたこの目の前のベルトにも近づけると思うんですけど、そうですね、はい、そういう、まあ、タッグとかそういうの関係なしでやっぱ実績作りをして、まあ、いずれはアジアタックだったり世界ジュニアのベルトだったりっていう挑戦はしたいので、まずはここのリーグ戦を何としてでも優勝をしたいと思ってます。あと2人に聞きたいですけども、他の出場チームで一番気になるチームっていうのはどこになりますか。そうですね、まあ、もちろんやっぱアジアタック王者っていうのはあるんですけれども、まあ、なんかやっぱ今レギュラー出てる岩本君、阿部君のチームはやっぱ気にはなります。はい、僕も同じですね。やっぱアジアタックチャンピオンのチームがやっぱいろんな人からも優勝候補なんじゃないかって思われてると思うっていう部分もありますし、その高田さんと同じでスポルティーバのあの2人もうレギュラー参戦してて、今日もあのチームとしてすごくあの年齢も若いですし、僕らすごい 年代が近いんでやっぱ気になる部分でありますね。その若い力でこのリーグ戦を盛り上げたいっていう思いもあります。他に質問ございますか。それでは各チームごとに写真を撮ってまいりたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、あと寿司だのポーズ。はい、はい、何ですか。それ以外のポーズ。あ、これ以外のポーズ。これダメでしたか。ちょっと後ろから指示して、
はい、それでは続きまして、ダークナイトの宮南野武史、5代目ブラックタイガー組でございます。南野5代目です。まだいらっしゃる？まだちょっといらっしゃっておりません。申し訳ございません。じゃあ、次の行きたいと思います。次にアックスボンバーズ、田村和弘&風戸大地組でございます。どうぞ。よし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 お願いします。お願いします。よろしくお願いします。失礼します。はい。はい、それでは、アクスボンバーズ、田村和弘、風戸大地組でございます。はい、お願いします。風戸選手、はい、意気込みのコメントをお願いいたします。はい、私、風戸大地、プロレスリングバサラの風戸大地です。今回の、全日本プロレス、ジュニアタッグリーグ戦、ものすごく気合が入っております。このリーグ戦を制覇して、正直、風戸大地の名前、全くまだプロレス界に広まってないと思いますので、そこで、こんないい選手がいたんだっていうのを、このダクリーグ戦で見せつけたい。そして、ダクリーグ戦を、アックスボンバーズの先輩である田村さんと制覇することで、僕にプロレスを教えていただいた大森さんに最大の恩返しをしたいと、そう思っております。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。続きまして、田村和弘選手、よろしくお願いいたします。はい、1期生、アックスボンバーズ1期生、そして2期生と共にね、はい、このリーグ戦制覇して、はい、僕らはね、制覇するだけじゃなくて、その次のシリーズのね、最強タッグ、大森さんにつなぐためにも、はい、うちらアックスボンバーズで制覇して、はい、勢いつけましょう、大森さんの、はい、ね、必ず優勝します。はい、ありがとうございました。それでは質問ある方いらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。田村選手はちょっとガウナーから転落して以来、はい、久しぶりにまたこういうチャンスが出てきましたけど、はい、やっぱそういう気持ちの部分でよりまた気合が入るところもあるかと思いますけど、もちろんもうアックスボンバーズ、この全日本プロレスにこう響かせるためにもいいチャンスだと。で、今回はね、はい、2期生の金戸君も、はい、一緒にもう燃えて燃えてね、はい、一番テンション高く、はい、もちろんです。いきましょう、いきましょう、はい、こちらがこのタックリーグ戦盛り上げます。おち、まあ、カオツ選手はここで何回か上がる手は来ましたけども、はい、初のチャンスということで、はい、初めてこういうチャンスを、はい、こういう場に立てるので、本当にこれまで以上の気合と根性、そしていろいろ準備をして大会に臨みたいと思います。他の出場チームの中で気になるチーム、一番気になるチームってどこになりますか、2人とって。まあ、僕らはどのチームをこう意識するっていうよりかは、僕らがいかに超えるか、はいはい、ね、いかに熱いこのリーグ戦制覇するかっていうのが、はい、はい、僕らの課題なんで、どこのチームが来ても熱い試合して、はい、アックスボンバーね、連携をバッチリ決めて、はい、ハセケンタッグのような素晴らしいチームを見せたいと思います。いいですね、はい、田村さん、先ほど後期になんかまたフィギュアを持っていらっしゃるようですけど、今回はジュニアタッグリーグってことで、ジュニアといえばライガーさんです。おものすごい誇りがあってますけど、うちにちゃんと祀られてる私物ですね。はい、ライガーさんがいればこのジュニアタックリーグもね、はい、必ず制覇できる。あ、ライガーさんが見守ってくれてるということですか。もちろん、おー、ライガーさんはこのシリーズ全部同行しますんで、おお、はい、これは頼もしいですね。もちろん、はい、ね、頑張りましょう。頑張りましょう、ライガーさん、よろしくお願いします。ずいぶん誇りかぶってはいるようですけど、これもですか、前回のパワーウリアと同様、家宝。もちろんです、ジュニアの家宝、うちにもう十何年、すごい、もう久々にライガーさんがこう出歩いた感じです。
ようやく外の空気が、ようやく僕らに力をくれるために連れてけと、ブラックライガーさんが、はい、ブラックライガー、はい、これまたね、あの通常のライガーさんじゃないところが2なんですよ、このブラックのところがね。これは本当に分かるか、意味は意味はリーグ戦で見せていきたいと思います。はい、ブラックの意味をね、やっていきましょう。はい、はい、他に質問ある方、いらっしゃいますか。はい、ありがとうございました。それでは、写真撮影に移りたいと思います。はい、団体のすごいリーグ戦に、まあ、あのエントリーさせていただけることになりまして、あのものすごくあの本当にすごいチャンスだと思ってますし、あのどの試合どの試合もものすごいチャンスですから、少しでもあの勝機があればその勝機を必ず逃さないように岩本さんと全部勝ちを狙っていきたいと思います。フレーム、あ、そう、フレーム、これあのこれ台風の目って書いてありますから、はい、台風の目です。台風の目、台風の目です、はい、こう、かき混ぜるというか、かき回す、かき回すか、うん、我々の台風の目で、やっぱあの精神的な強さ、うん、はい、うん、精神的な強さをかき回して見せていきたいと思います。以上です。はい、はい、ありがとうございました。で、続きまして岩本浩二選手、意気込みのコメントをお願いします。はい、先ほど阿部の方からも、まあこういう感じで僕らも、まあ、ジュニアタッグリーグの台風の目ということで、まあ、多分知名度とかで言えば多分僕らは全然知られてないと思うので、まあ、でも僕らやってきたことはすごい自信があるので、その精神的なタフさだったりとか、精神的な、はい、うん、まあ、しぶとさだったりとかには自信あるんで、はい、まあそうですね、勝てる自信っていうのはもちろんありますし、まあ、チャンスっていうのもゴロゴロ転がってると思うので、はい、そういうのを見逃さず全部勝ち取っていきたいと思ってます。はい、以上です。はい、ありがとうございました。それでは質疑応答にさせていただきます。質問ある方いらっしゃいましたらお願いいたします。2人ともこういったリーグ戦、はい、全日本では初めてになりますけども、はい、まあ、さすがにちょっと初出場ということで、まあ、あまりなんですけど、こう、ね、申し訳ない言い方にはないですけど、優勝候補と見られるはい、少ないかもしれないですけど、はい、結構一発で取ってやる。そうですね、そっちの方が気持ち的にも楽かなっていう感じですし、やってやろう、食ってやろうっていう気持ちもあるんで、もう全然そこら辺は気にしてないですね。はい、はい、以上です。お前喋るの。他の出場チームで一番気になるのは、うん、まあ、あのどのチームの方に勝ってもものすごい、まあ、あの注目されると思いますし、まあ、どのチームもすごい注目といいますか、うん、はい、その中でもやっぱり、まあ、でもこの青木さんと光さんっていうのは、うん、本当にもし
というか、まあ、勝ちを狙ってやっぱタッグリーグだからね、まあ、勝ったとして、勝ったとしたら我々のような、ね、この無名の選手が、ね、挑戦に名乗れるんじゃないかなという、うん、まあ、台風の目ですから、うん、はい、台風の目、はい、やっぱタッグリーグなんで、ね、やっぱりアジアタッグチャンピオン、はい、初戦ですし開幕戦で当たるんでやっぱ狙っていきたいですよね、はい、はい、他に質問ございますか。はい、それでは、写真撮影に移りたいと思います。よろしくお願いします。会見の他のチームの様子もちらっと見てたんですけど、まあ、そのこのリーグ戦含めて全員のコメントが、まあ、要約すると佐藤青木強い、でも俺らが絶対勝つ、アジアタッグもらえるならもらいたいみたいな、こう終始なんかこう誰かが引いてくれた線路の上しか走ったことがないような人間のコメントで正直げんなりします。自分の心情はデッドアライブだ、生きるか死ぬかのギリギリのところで戦いがしたいと思ってるんですけども、誰も自分を死ぬんじゃないかっていうところまで追い詰めてくれなくて、ほんで結局出てきたのが両国の対戦相手ですから、そういう意味では、両国のアジアタッグに向けての前座の前座の前座のそのまた前座ぐらいのチームばっかりだなと思ってます。何かリスクを犯してルールを破って常識を覆して歯向かってきてほしいなと思っていますが、まあ、今日全員の服装がなんかこう親戚の寄り合いみたいなやつらばっかりで含めて現時点で非常にげんなりしてます。どうか爆弾とは言いませんが、どれか一人一チームとは言いません、一人だけでもいいから爆竹みたいになってほしいな、明日現れてほしいなと思ってます。はい、ありがとうございました。続きまして青木敦選手、意気込みのコメントをお願いいたします。まあずっと3年連続で同じチームで出てるのは自分たちだけで、で他のチームに関しては即席が多分多いと感じてます。で今は、まあ、佐藤選手も言いましたけど、本当に、自分たちに勝つにはですね、普通じゃ多分通用しないと思ってます。ね、佐藤選手はもう見ての通り、でみんな感じている通り普通じゃないですから、彼に勝つのはもう普通では絶対無理だと思ってます。なのでね、どうせやるんであればリーグ戦優勝本当に狙うんであれば
今まで通りじゃ絶対に勝てないと思うし、自分たちももちろんそのつもりでね挑んでるんですけど、もうちょっとねなんかパンチ欲しいかなと思いますね、うん、でまあ正直言うと自分たちは今2連覇しててこれが3連覇目でかかってて、そこにどうしてもね僕なんかは必ず勝ちに行きたいっていう安定を求めていってしまう部分はあるんですけども、それはやっぱ自分たちもそれをしてたら足元救われると思うし、で他の選手もねそれを壊しに来るんであれば普通じゃ無理だと思うんで、何かしらね大きいものを持ってこないと俺は無理だと思うんで、そこにちょっとね僕も同じようにげんなりしてるのと、あと期待はねしてます。ありがとうございました。それでは質疑応答に移らさせていただきます。質問ある方いらっしゃいましたらお願いいたします。大方の見方としてはこの2人が優勝候補という見られ方になるかと思いますけど、逆に言うとそれだけ3連覇達成しなければいけないというプレッシャーといいますか、そういったものは感じてますか？プレッシャーっていうか、まあやっぱりこのメンバーだったらうちら優勝しなきゃなっていうのがあるんで、そこはもちろんね責任感に近いものはちょっとあるかなと思います。でそれに負けちゃったら俺も嫌だしね。で今あった通り本当に両国もタイトルマッチ決まってるわけで、そこに向けてもねこのタッグで優勝して勢いつけて、両国でもしっかりね相手が相手だけど防衛をして先につなげていきたいと思うんでね、そういう意味で負けれないし負けたくないし、だけどどうせリーグやるんであればこっちも張り合いのある相手とやりたいわけでね、さっきちらっとだけコメント聞いたりしたけど、なんか謙虚さしかないっていうか、なんか出て頑張りたいみたいな気持ちばっかりで、非常にねまあなんか気持ちの中に何かしらの通してものあるんだろうけど、それが表に出てこないと俺らはもう簡単に叩けることできるし、多分試合の中で出したって遅いと思うからね、もう戦いは始まってるわけで、そういう意味では圧倒的有利かなと思ってます。はみ出してんでやっとちょっと近づけるぐらいだなと思いますね。自分と青木さんはやっぱはみ出し続けてきたんで、この2年間そういう意味でははみ出した経験ですらやっぱ足りてないんですよね。ただもし僕が同じ立場で今まで、僕今年17年目ですけど、この17年の間ファンクラスにいる時も含めてこいつらこうだって言われた時に僕はどうしたらいいのか考えて一晩でいろいろ変えてきた、他人の目に映ることで変わってるんだ俺はっていうのをアピールしては、まあ、こけてきたことも山ほどありますから、なんか今、ね、こけることをはみ出すことを失敗することっていうのはちょっとみんなビビりすぎですよね。いいっすよそんな、誰もおめえなんか見てねえんだよ。ぶっちゃけこのジュニアリーグ今のままだったら誰も見ないっすよ。佐藤光、青木淳以外でしかないっすよ。なのかこっから両国その先世界タッグ、まあ、ジュニアタッグリーグですからここで存在感残せばジュニアのベルトだって見えてくるわけですよ。アジアタッグだけじゃなくて、その一攫千金掘り当てる全日本プロレスのリングに上がるために怒られたらダメなんじゃないか、ね、もうちょっとダメですけど、そのギリギリのところで来てほしいですね。そういうプレッシャーは僕らも未だにありますから、未だにやっぱなんか試合終わってコメント出して戻っていったら誰とは言わないですけど、いろんな立場の方々の冷たい視線、硬い雰囲気、いやたくさん感じますから、はい、それはもう会場でもネットでも何でも感じますよ。でもね、誰かに喜んでその場を切り抜けるだけの生き方をしたくないですよね。自分ですから、自分たちですから、このタッグに関しては。
全日本ジュニアの中心人物であるというのも、今回のこのタッグリーグというのも、今ちょっと話題をどうしても両国に行きがちではあるんですけども、このリーグ戦を盛り上げなければいけないという、そういった部分を担う立場になるのかなと思うんですけど、それはいかがでしょうか。まあ、そうですね、両国もちろん大事だし、でその両国につなげるためにもっていうのは僕らにあるんで、あれですけど、まあ、他のチームに関しては、その両国で何かって、まあ、今のところ高尾選手ぐらいしかないでしょ。うん、だったら、じゃあ他の奴らもっとここにかけてきてほしいよね。両国にないからやらないじゃなくて、両国をあるけど、こいつ飛び出したっていうのが欲しいです。それは僕も青木さんも同じだと思うんですよ。数少ない共通点です、僕ら。まあ言いたいこと山ほどあるけどね、ツッコミどころとか。これ言ったら切れないしさ、ただの文句になっちゃうから、ここに言うとあんま言わないようにするつもりだけど、まあどうなんかね、他のね、やつらね、まあ言ったら自分よりもキャリアの少ない人たちが多くエントリーしてるわけで、実は僕らがはっきり言ってそこで躍起になっててもよくわかんないものになるし、じゃあ彼らはもっと食らいついてきてくれよと、噛みついてきてくれよっていうのが正直な感想なんだよね。で、多分それは、昔だったら僕らが若い時に上の人たちが思ってたことかもしれない。それは同じだったかもしれない。で、うちらもまだもしかしたら物足りなかったかもしれないけど、でもやっぱりそういう気持ちは持ってやってきてし、で、はっきり言ってね、さっき言った通り怒られることもあったと思うし、だけどまあそれはそれでさ、いいわけで、その時はその時嫌な気分になるかもしれないけど、そんなのは2年後、3年後なら変わるんだからさ、もっとやってほしいよね。もう名前出してあれだけど、青木なんか特にそうだよね。高尾選手と組むんでしょ？ね、何がどうなったのか知らねえけどさ、あいつらなんかあの変なチーム作ってやってんじゃねえの？あそこはあそこでやってて、こっちはこっちでやってて、なんだか俺にはよくわかんないよ、やってることと言ってることが。だからダメなんだ、あいつら。まあそれもね、全部このリーグ戦で俺は不安も何もぶちゃまけてやっていくつもりなんで、覚悟してね、他のチームは挑んできてほしいなと思います。僕ら全然何やられても全てをダメって言わないですから、いいものはいいって言います。いいものがないから今こんなに言ってるんです、うん、君たちの中では大事な大事なジュニアリーグ戦、取材も受けた、名前を考えた、けど誰も知らないお前のことなんか。自分、僕だってまだ思ってますよ。佐藤光のことなんか誰も知らないって思ってますよ。よりももっともっと誰も知らないです、お前ら。超えていってほしいですね、うん、いいよ悪い名前で上がってる。それでも名前は上がるんだから。こんだけ言われて、まあ、はっきり言うとこれで何もしなかったら本当のゴミクズですよね。俺はゴミじゃねえんだって言うんだったら見せてほしいですね、明日以降ね。楽しみですよね、だからそういう意味じゃ。その上でこれ奪い合いましょうよ。他に質問ございますか。はい、それではありがとうございました。ありがとうございます。どうしたら横の方がいいか。じゃあお願いします。はい、ありがとうございます。お願いします。こちらです。お願いします。お願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございました。青木敦、佐藤光組でございました。またから。はい、すいません。なんか発表事、なんか。すいません、ちょっとファックスが会社に届いた模様でですね、ダークナイトメア、永井光也選手から事務所にちょっとファックスが届きましたので、ちょっと申し訳ない、読ませていただきます。
ダークナイトメア永光也選手よりコメントでございます、全日本プロレスへ、おいお前らダークナイトメアの全日本での目的を教えてやる。全日本を闇色に染めて破滅させることだ。全日本乗っ取りだよ、わかるか。全日本補完計画だよ。まずはジュニアタッグリーグ戦にたけしと5代目を送り込む。おいお前ら、大会前の記者会見なんか出るわけねえだろ。たけしと5代目が優勝するに決まってんだろ。優勝会見は盛大にやってやるけどな、分かってんのか。おいお前ら、毎晩闇の悪夢を見せてやるからな、覚悟しとけ。あと明日の横浜、ダークナイトメアの闇の刺客グレートサイガー様が諏訪間の息の根を止めてやるからな、覚えとけよ。おいお前ら、寝たら終わりだぞ。俺たちの悪夢を見て夢の中で苦しむがいい。ワン、ツー、俺様がやってくる。スリー、フォー、ドアに、これはエルム街の悪夢かなんかですかね、これ。スリー、フォー、ドアに鍵をかけて、ファイブ、シックス、十字架を握りしめて、セブン、エイト、しっかり目を覚まして、ナイン、テン、眠りに落ちないように。ダークナイトメア、永井光也。で、こちら、事務所に届きました。はい。それでは、中国人を打ち出していただきます。できるわけねえだろ。今の状況でできるわけねえだろ。どの感じなんだよ、これ。どう最後の時間も、ぽいぽいよ、みたいな。お願いします。はい。引き取ります。しゃー、これ、かぶらないで。はい、取る。しゃー。これでみんな入りましたかね。大丈夫です。じゃあ、こちら、お願いします。おしゃー、はい、上からどうぞ、はい、ありがとうございます、うん、面白いかもしれない。よっしゃ、はい、じゃあすいません、こちらお願いします。おーし、はい、ありがとうございます。すいません、こちらお願いします。和田さん、トップロップ座っちゃって、そうです、